皆さんこんにちは、簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ今回ねちょっと久しぶりガズ旅です。どこにガズ旅に出るかというと、愛知県にあるとある布を作っている、場所にお伺いさせていただこうというふうに思って今あの高速道路走ってるんですけど、ことの発端はですね、昨年の2023年のあれはいつだろう、秋口か秋に、Gソリッド、エレキウクレレのなんかこう体験会みたいなものを名古屋で開催したんですね。その時にそこで、あのお客さんとして来てくださった方がくずりなんだっけ、毛織工業、くずり毛織工業というところの、社長さんかなあで、というものなんですというふうにご紹介していただいて、どうもこの布を作ってらっしゃるっていうの話を、まあ、聞いたんですよ。で、まあ、うちの今カメラ撮影してるハニーさんがね、まあ、縫い物時間とか誰でも簡単にできる縫い物とか刺繍とかいうね、そういう YouTube やってるのもあって、でガズも結構いろいろこうなんか服とか布とかそういうのね、前々から興味があるから、ちょっと社会見学行かせていただけるかなと思って聞いてみたんですね。そしたらですね、大歓迎ですというふうに言っていただいてですね、もうねもう大喜びでですね、今から大人の社会見学、毛織、くずり毛織工業さん、全然覚えられないんですよ。くずり毛織、くずり毛織ね、そういうふうに覚えられないな、工業さんに、ちょっと今社会見学に行こうと思っております、はい、見てください、今日は天気がいいですよ、相変わらず、はい、ガズの晴れ男っぷりがもう炸裂しているわけでございますけれども、はい、今日もジムニーちゃんで安全運転で、じゃあ工場見学、社会見学、行ってきまーす。そろそろそこの建物っぽいのはこれかな。あ、そうだ。これだ。これ到着。これだ。すごい。到着しました。これだ。わー。あれ、なんか待ってくれるのもしかして。本当だ。どうも。あらららら、どうも、はじめまして、久保田と申します。あ、はい、はい、ちょっとこのものじゃないすいません、すいません、すいません違うのね、受ける。到着しました。へぇ、いやすごいところ、社長さんですか。はい、社長さん、クズ屋さん、はい、この間イベントでね、はい、声かけてくださって、なんか布を作ってるって話で伺いして、はい、そしたらなんと調べてみたらすごかったんですよ。なんかこのテイラーメイドってね、そうですね、紳士服のこう人たちが選ばれる布として、なんかイタリアとかの生地と同じぐらいのなんかすごいんだという話がですね、知ってですね、ちょっと工場見学行きたいなってお願いして今日来ちゃいました。あ、ありがとうございます。よろしくお願いします。さあ、今もちょっと聞いたんですけど、この建物自体がもう、はい、何でしたっけ、国の登録有形文化財になってしまってます。そう、国の登録有形文化財だから、ああやってあそこアルミサッシにしたいとか言っちゃダメなんですよね。一応4分の1は自由に開発できる。そうなんですか。そうなんですか。まあでも基本的には維持してほしいですよね。だってガラスの波々がやっぱいいですもんね、当時の。そうですね。今はない波々ゆらゆらしてるガラスとか。一番古いのがこの蔵で江戸末期。じゃあその時点からもう布を作ってた。このエリア全体そうなんですか。そうですね、織物自体はずっと奈良時代からやってたんですけど、変わったのが、文明開化になって、昭和なんとかそうですね、昭和になってから本格的に、それまではウールってなかったんだよね。そうですね、日本にはなくて、イギリスとかそっちの方の文化だったんですね。なるほど。いやでもいきなりこう風情があるんです。そう、すごい。ありがとうございます。あれは何ですか、あそこに建てたの。こちらは昔の事務所なんですけど、今はこう見学の方に歯切れを持って帰っていただいたり、そうなんで、この辺は大正、こちらが明治、明治なんだ、やっぱり大正と明治だけ入れますんで。あ、本当ですか、すごい。
わー、あ、これ写真に出てました。まさに、はい、すごい、わー、見たい。あのガラスのゆらゆらだ。わー、すごい。いやー、素敵。ほんと、庭もこれ手入れが大変でしょうに、そうですね、今ちょっと季節的に寂しいですけど、うんうん、そうですね、この秋は綺麗です。綺麗じゃない、紅葉とか。ここでお茶でも立てたら最高じゃないですか。あ、おー、すごい、すごい、まあ、無双という仕組みになってます、ね、すごい。ちょっともう一回お願いします。もう一回。おー、なんかいいね。うわー、すごい。空気を取り入れて、取り入れて、ここもこれだけだってすごいもんだよ、この。すごいな、雰囲気かなり味がある、このね、ガラスの。でももう寒くてしょうがないでしょ、でもね、今はね、ちょっといい感じで、ちゃんと隙間が、そうだね。あの、こういうの懐かしい、なんかこのどん詰まりの。そうですね、すごい。でもなんかあったかい時は気持ちいいんじゃない、ここね、縁側だ、縁側。やっぱり日本の建物は真夏過ごせるように考えて作られてるんですよ、うんうんうん、そうね。ガラスもやっぱり割れると同じものがないんですよ。そうなんですよね。本当だ。そうか、本当はこっちだったんですね。だけどこっちももうすでに珍しい。確かに、確かに、確かに。へえ、すごい、ありがとうございます。音が大きいんで、まあ、後で手を切れますが、大丈夫です。すごい、マイクで、マイクでなんとか聞こえるとは思うんですけど、はい、こちらがスーツですね、完成品になります。私たちはこの生地を作っていますが、原料は羊ですね。触り比べてみてください。硬いものと柔らかいものがあって、皆さんがお肉で食べるのはこの硬い毛の方ですね。スーツになるような繊細な糸がこちらの、全然違う、全然違う。これもアルパカっていうんですけど、アルパカだって、はい、アルパカも使うことあります。でも柔らかさが全然違う、これが柔らかいです。すごい、気持ちいい。今度はこれをねじっていくと糸になるんですね。はい、違う色の糸同士を寄ったりして糸を作りながら、私たちは設計図を始まる。これすごい、小泉さん好きそう。あの、糸松が糸一本分になってまして、端歌が上に来るときに黒、横歌が上に来るときに白という黒さの状態を表しています。色が混ざらないことを利用して、絵の具と違いますから、こう青と茶色を使って、青を4分の1だけ表に出すようにすると、このようなおとなしい色になって、裏が青になります。下を上から覗き込んでいただくと、これを何枚乗せるかで、ひっかり行ったらこう、これを
装していただいたもの、向こう側で前後してるのがちょっと見えないですけど、先ほど気持ちのものを列をしていただいたもの、残りの縦糸の全部は耳で文字の上に糸を入れて、そして文字の上にプログラム、壁のプログラムがありまして、ここで2種類の環境を目指していて、縦糸を動かす装置と横糸を動かす装置に分かれます。これがプログラムです。横糸のプログラム、ボールホールみたいな仕組みになってまして、この4がある箱を上下させてます。こちらが縦糸のプログラム、縦糸の枠を、自分で組み立てるんです。先ほど設計図でくるくるさせてカバーを入れて、このシャフトの長いものと短いものがあるんで、これずれないようにしてあるんです。でこの通りの柄になるんです。印刷の射出みたいな、そうです、はい。しかしこれをやることで誰が見ても分かりやすくて、自分たちで直すこともできます。それによってこの機械を90年使うことができてるわけです。フィートが切れるんですよ。それ切れてますよね。これを組織に見ようと分からなくて補修ということがなかった。だからこれ生の状態で触ると硬いです。茹でる前のうどんと一緒なんですよ。本当の味は分かりません。洗ったり止めたりってこともあるでしょう。紐をしたりですね、手を貸したり蒸したりすることで本来の仕上がりになるんです。これ出てきた、すごい。もうそれは劇的に変わりますよ、生の状態からは。いろんな仕上げ方があります。こういうクリーンな、クルッとしたものもあります。いろいろ変化させられるのがウールの特徴です、そうですよね。これもウールだし、これもウールだしね、はい、そうです、はい、あー、OK、 海外の紹介されてるんですか。海外の雑誌です、はい、フランス語なんて読めないんですけど、私も、はい、うわ
こういう感じで赤くやっていただいて、はい、そうですね、これ工場長なんですよね、今思いますよね、はい、っていう感じで、はい、すごいな、一般の方には分かりやすい傷を触っていただきます。あ、これはそういう、これはいいですね。こっちが生の状態ですかね、これ高いですから、これが仕上がったものです。はい、これ加工してこうなってくる、茹でる前のうどんと一緒なんですね。ほんとだ、初めは速度でできるだけ近いものを作ります。すごい、気持ちいい。これなら値段が半分以下になりますので、これ何か辛いことがあった時に触るだけでもいいという方もいらっしゃいますよ、はい、なんかね、こちらは美智子情報王様より再現を依頼された記事で、はい、昔の服大事にお持ちなんですが、同じ生地で別の服を作りたいということで、すごい、すごい、さっきの図を見せて膨らみが出ますよって言ってしまったばっかりですね、最大に膨らましてくれということになって、ワッフル、はい、ワッフルです。すごくないこれ、はい、これでも3枚重なってるわけじゃなくて折ってるんだ、はい、3色をこう並べて折るだけなんです。さあ、そういうわけで工場見学させてもらったのどうでした？もうね、夢のようでした。夢のようだった。なんかもう小杉さんのね、あの知的好奇心を満たしていただいて、どうもありがとうございます。本当ありがとうございます。はい、はい、お邪魔しまして、こんな、忙しいかもしれない時間帯に。本当に、いやー、本当すごい、こう建物もやっぱりほら重要文化財だけあってね、もう素敵。あ、で、こちらの男性はガズレレをやってくださってるウクレレ部のメンバーということで、ね、楽しいですか？はい、楽しいです。ね、本見せてください。はい、サインもらいます。サインをいただいたということで、よかったです。はい、いや、いいですね。ちょっとこっちに文化財があるっていうんで、ほら、これを見てください。この建物が、だってこれなんですよ、登録有形文化財。この建造物は貴重な国民的財産です。文化庁ってことになってるんですよ。ここに住んでるって言うんだから、すごいですよね、本当に。さあ、でも本当にガズレレやってる方で、こんなね、伝統のなんかこの素晴らしい、こう なんて言うんだろう、こういうのね、の継承してるっていうか、うん、まあ素晴らしいなと思いましたね。ありがとうございました、本当にね。はい、またじゃあ、でしかも社長さん、ガズレレをね、うん、どんどん広げてくれてるという、また引き続き、ガズレレ仲間広げ活動、はい、よろしくお願いします。はい、はい、青木様もどうも登場していただきまして、まお邪魔しました、どうもありがとうございます。 あの方はだってスタッフだもんね。そう、スタッフ、はい、ウクレレ部に今度入るぞって。そうそう、はい、外見入部、はい、あ、お父さんお父様が、お父様でも何代目ですよね。3代目ですか。ってことは4代目。なるほど、すごいですね。いやいや、いやいや、そんなことはない。いや、でもこれを継承していただいても本当にね、ありがたいことでございます。本当にお邪魔しまして、今日はありがとうございました。はい、そういうわけで、ね、なんかこういう素晴らしいものが日本にはいっぱいあるぞと。もしこのね、ガズレレ見ている方で、僕もそうだよなんて言った方は、僕もまた社会見学行こうかなと思うので、教えてください。では皆さん、ごきげんよう。さよなら。さよなら。バイバイ。